順位勝戦第11レース1着白井英二選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。1号艇での準優勝戦、レース前はどんなお気持ちだったんでしょうか。もうとにかく的確にしっかりと、まあ、そこをずっと考えてました、はい、映像を見てまいります。的確にスタートタイミングコンマ05ぐらいでしょうかね。そうですね、うん、まあちょっと置きに行きましたスタートは、はい、ただタイミング的にもしっかりとというところですね。はい、はい、1マーク回っていくわけですが、今日の船足はいかがだったんでしょうか。良かったと思うんですけど、もう少し微調整するぐらいですかね。あ、はい、いわゆる良かった部分としては、ま、昨日までもそんなに悪いコメントはなかったんですけれども、うん、はい、実際何かここは大丈夫だった、ここが気にちょっと気になるところがあったという。まあ、あえて言わないです。あ、そこはね、はい、まあ、足はいいです。足はいいですね、はいはい、あとはそうするとまさに今お話ありました、明日は微調整ということですね、はい、1号艇で準優勝戦をクリアしました。明日は優勝戦ということになりますが、はい、今回は64年ぶりの徳山 SG、 いろんな思いもあったと思います、はい、改めていかがでしょう。ええ、今村さんの分も背負って優勝したいと思いますんで、うん、はい、はい、で、まあ、この後は寺田選手も控えているわけですが、はい、まあ、明日はガチンコ勝負になると思います。そういうことですね、はい、いい優勝戦が見られそうな気がしています。はい、まあ、まずは勝ち上がって、うん、1、2号艇でしっかり2人で決着したいですね。わかりました。最後にもう一言メッセージをいただけますか。はい、とにかく優勝目指してしっかり走ります。応援してください。白井英二選手にお話を伺いました。それではカメラさんをいただけますでしょうか。はい、見事勝利、白井選手に説明をいただいております。はい。